瀬戸大橋高速バス株式会社は、香川県高松市にあった高速バス専業のバス会社である。瀬戸大橋高速バス、瀬戸大橋特急線専用車両瀬戸大橋、高速バス、瀬戸大橋特急線専用車両瀬戸大橋、高速バストリトン号専用車両両備えバス、瀬戸大橋特急線、専用車両四国旅客鉄道瀬戸大橋特急線、 専用車両下水電鉄瀬戸大橋特急線。専用車両 JR バス中国瀬戸大橋特急線。専用車両香川県に路線を持つバス会社の琴電バス、大川自動車、琴平三宮電鉄、及び船舶会社などの出資で設立。船舶会社の離職者対策としての性格もあった。1988年に開通した瀬戸大橋を経由して、 岡山県と香川県を結ぶ高速バスを運行していた。開業後しばらくは開業ブームもあって乗客が多く、積み残しが出る便があったりしたため、翌1989年3月には、岡山高松、琴平便を増便したが、ブームが去った後は、所要時間、定時制と便数の面で、JR 瀬戸大橋線とも勝負にならず、1990年12月21日から、 夜行高速バスのトリトン号を運行開始したものの設立からわずか4年で1992年に会社は解散、生産された。当社株主のバス会社3社は1988年に四国高速バスを別途設立している。船舶会社が出資していることに何らかの不都合があったとみられるが、真相は不明である。また、当社に出資していた関西汽船、 加藤汽船は2002年に高松エクスプレスを設立し、香川県での高速バスに再参入している。各路線の遠隔についても、本校で記す。停留所は、瀬戸大橋高速バスの運行最終日である1992年5月31日時点のものを示す。座席定員制。バス会社5社による共同運行。各社とも、 本路線が初の高速バス参入だった。車両は5車ともハイデッカー4列シートでカラーリングも5車共通だったが JR バス2車の三つばめマークが入っていた。路線名称は各車とも瀬戸大橋特急線だった。この路線はクローズドドアシステムが取られておらず各停留所間で乗降下であったため河原町駅前高松駅前や天満屋岡山駅前でも利用できた。 瀬戸大橋高速バスの瀬戸大橋特急線撤退後、同社の本路線用車両は、出資防体バス会社3社に移籍し、貸し切り、路線用として、しばらく使われた。大橋特急バス現便下物伊伝鉄など2社が、運行休止。交通新聞、P2AB、瀬戸大橋特急線バス運行休止を申請。JR 四国両素えバス利用客の減少で、交通新聞、 P1 のちに廃慮し、現在は、理科学園高等学校の校舎となっている。ありがとうございます。